おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑ラッキーナンバー8です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの8の正位置が出ました。苦しい状況で助けを待っている。自分には力がない、誰かに助けてほしいという思いが隠れています。当人は無力感と孤独感に苛まれ、一歩も動けないようです。現状を変えたいのに、どうにもできない状況で足止めされているか、自分を信じきることができないために、能力や才能を活かせないでいるようです。不遇で過酷な状況から解放される時に現れます。自分の力や可能性を、本当の意味で閉ざしてしまえるのは、自分自身でしかありえません。リスクや失敗への恐れから、チャレンジする勇気が持てないでいるとしても、自分を抑え込んでしまわないように。ソードの8の正位置の意味は焦燥感、苦難、引き返せない問題、制限、四面楚歌、行き詰まり、限界を感じる、失恋、不安定な関係、失意、孤独感、孤立する。2枚目めくっていきます。ソードの2の逆位置が出ました。その場しのぎで行き詰まる。問題の本質に向き合わないまま、その場しのぎの対応をすると失敗する可能性があります。終わったと思った問題が再浮上することも。悩み抜いた結果、最善の決断を下ろすことを暗示しています。あっちを立てればこっちが立たず、不均衡極まりない状況の中、あなた様は確信を持って選択するでしょう。それは、表面的なことだけでは測れない真実を見極めるということです。合理的に考えたならば、何を選ぶべきか分かっていても、それだけでは譲れないという信念が、あなた様を導いてくれるはず。しばらくは混乱が続くかもしれませんが、自信を持って取り組んで。ソードの2の逆位置の意味は迷いや不安、孤独、忍耐を強いられる、障害や困難な状況を乗り越える、身体問題の答えを出す、精神力が養われる。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。